マカベ類大墓地及び、母妃群マカベは、日立国信河米軍に栄えた武家。本政、家系は、幹部兵士の一門平繁盛の流れを組む、大城氏の流れを組み、滝直幹の四、男、長幹を外する。通字は、美マカベ氏はもともと、日立兵士の相族であり、日立国府の有力在庁官人であった、大城氏を外する一族である。外される。 新壁町三木が、滝氏の四男であり、分家するにあたり、真壁軍に領地を得、真壁城を築城し、次第に、真壁軍を中心として、真壁市の勢力基盤が形成されるようになった。ただし、日立平氏以外の真壁氏も存在したらしく、東ずまか正治2年2月6日城に登場する、真壁記内は、既成真壁氏でうどねりを務めた人物と否定されている。源の頼朝が 東国において自立した際、当初は積極的な関与をしなかったものの、後にこれに侵入。マカベ軍の大半を占めるマカベ総司党に任じられ、御家人として活動するようになった。ただし、マカベ総自体は、平家木官僚から関東五僚に組み入れられた後に、北半分は鹿島神宮に寄進されたと考えられており、預かり書には、 幕府官人の三好康清が認じられるなど、真壁氏の支配には大きな制約が加えられた。また、南半分は国賀領に編入されて、真壁氏が児童を務め、少なくても鎌倉時代末期まで、真壁僧は関東五領であった、北部、少領と国賀領であった、南部、高領から成り立っていた。長引きの後を継いだ、真壁智美みは5歳に、 加藤けいの娘を迎え、彼女所生の子は、聖母から、美濃国小義曽僧の自頭職を継いで、美の真壁氏を起こした。その後、足立氏を介して、北条独創家や三好氏に代わって、預かり所となった二階同士との関係を強める、方向を取ったと推定されるが、下月騒動で裏目に出て、特僧家に真壁べの一部を奪われている。さらに現行の欄では、幕府側にあり、 中仙台の乱でも、北条時行に交応したために、さらなる所領の募集を受けた形で、南北朝時代を迎えることになる。当初、真壁氏は南朝方に組みし、北朝方の佐竹氏と対抗関係にあったが、後に北朝方に転じて、足利高氏より、真壁軍急遽の自投職を本領安堵されたという。しかし、真壁氏の所流の中には、長岡氏の当首 長岡信正率いる南朝方もおり、マカベ総家は近隣の南朝方や一族との骨肉の争いを余儀なくされた。これら南北朝をめぐる騒乱においては、マカベ氏も甚大な犠牲を払い、マカベ行未の着難であった真壁官、マカベサトシカ親子とその弟である、マカベ親未来は自刃し、行未の次男のマカベツへが家督を継いでいる。ただ、 この時期のマカベ氏の経図は混乱しており、最終的に宗家を継いだ、マカベ博士は、実は前日の美のマカベ氏の末裔である、マカベ美三の孫で、室町幕府の動員によって東国に下った後に、幕府の力を背景に、鎌倉以来の僧侶家を排除して、宗家の地位を奪ったとするのが、近年の有力説である。その後、南北朝時代が終焉を迎えると、 しわしの平穏が訪れたが、足利将軍家と鎌倉久保の対立が起こると、幕府は東北における新幕府勢力として、佐竹氏一門の山入氏小栗氏結城市、宇都宮市、大城市、真壁氏を京都府地州と位置づけ、真壁氏は幕府方の武将としての立場を取った。その関係で、真壁氏も都比の騒乱に巻き込まれ、真壁周美期は、 上杉前宗の乱及び続く小栗氏の乱により来した、都賀で、鎌倉久保、足利持氏から、所領没収の処分を受けた。州幹及び、後を継いだ喜び幹が、鎌倉府の追悼を受けて没落したことで、真壁最高を目指す二つの動きが生じた。一つは、美幹の老いである、真壁朝幹によるもの、もう一つは、美幹の諸子である真壁美幹である。 朝美木は、鎌倉久保である、足利持氏に出資して、その方向衆になることで赦免を受けて、真壁総一体を与えられた。これに対して、清木は共に所領を没収されていた長岡市や、白石と共に持氏及び朝美木に抵抗する。その後、影響の乱で、鎌倉久保が一旦滅亡したことを機に、清木らは、京都の室町幕府に、朝美木を訴えた。 ところが、足利重氏が鎌倉久保として再起すると、重氏の意向を受けて、浅見木の勝訴に終わった。しかし、今度は、京徳の乱が起きて重氏が、下佐国古賀城に逃れて、古賀久保と称すると、浅見木は、重氏方に、茂木は、幕府方に加わった。ところが、浅見木は途中で幕府側に寝返り、一方の茂木は、 篠田荘の戦いで息子と共に戦死する。競合相手がいなくなった朝三木は、将軍、足利義政から、真壁氏の当首として認められるが、その後も状況に応じて幕府方と重氏方との間で指示を転々としている。真壁直美木は父、朝三木の方針を引き継いで、教徳の乱を生き残ったが、小学坊、足利正氏と、嫡男、足利高元が、 骨肉の争いを起こすと、真壁氏は高本方に組みしたとされる。その後、真壁氏は結城氏と小田氏の争いにも巻き込まれ、結城法の武将として組みして小田方の江戸氏と戦い、結城方勝利に貢献するなどの武功を挙げている。その後戦国時代中期に入ると、真壁氏は真壁久美樹の次男が佐竹義明から返記を受けて、真壁義美樹と名乗り、 一方で、久しみきの着男は、北条宇治政もしくは足利義氏の返記を受けて、真壁しみきと名乗るなど、佐竹氏や南関東を制圧したご北条氏との間をうまく渡り歩き、最終的には佐竹氏の家臣となって活躍した。特に、真壁しみきは武勇に秀で、佐竹屋中において、鬼真壁の異名を取るなどの活躍を見せたとされる。 その後、戦国時代も終焉を迎えた17世紀初頭には、主君である佐竹義信が、関ヶ原の戦いに西軍方となったとまで、では国秋田に天保となると、真壁氏はこれに随行した。平高持、平国家、平藩城、滝忠艦隊、滝た美みから滝尾みき、滝地美き、滝直みき、真壁中みき、真壁ともみき、真壁時間隊、真壁政治。 マカベ美希、真壁キ、マカベツヨシエヒクシンカベダカミキ、マカベマサミキ、マカベヒロミキ、マカベケンカン、マカベシュウカン、マカベヨシモトマカベアサミキ、マカベナオカン、マカベオサムカンタイマカベケミキ、マカベヒサミマカベ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 国、出羽国、上野国、スル国、 泉国、備中国にも、日立真壁氏と池江統の士族が存在する。ありがとうございます。